前に進むんだ。今、行くね。レイちゃん、やる気満々だ。本当に必要なことなんですか？それって死んだ人の魂を破壊すること？奴らは蝶の姿をした真っ当な魂とは異なって、天国のルールに逆らい、自我や記憶の消去を拒む。天草へ真っ当な魂を襲い、天国を乱すイレギュラーゆえ破壊する必要があるのじゃ。そもそもそれが蘇りの契約だったはずじゃ。道義があろうとなかろうと、お主には関係なかろう。未来を生き返らせることが本当に、ああ、できるとも。未来に限らぬ、蘇りは。わかりました。その言葉、今は信じます。レイちゃんが信じるって、僕たちのこと、レイちゃんが。今信じられなくなりました。こやつのことは気にするな。悪魔と呼ばれてはいるが、契約は契約じゃ。違えることはない。そう願ってます。行きます。恨むなら恨
やったセイフランデえい、やったセイ落ちて引っ込んでてふっ、かき邪魔でいい加減散ってえい、やったセイ落ちてえい、やったセイ食らえまた誰かの感情いや死にたくない。私くらい見失うな。思い出せ何時のこと、何時の願いを。声内から響くような温かい。思い出せって。私は旗田レイ、他の誰かなんかじゃない。未来を、妹、あの子を取り戻すんだ。そのために私はここにいる。こんなところでつまずいている暇なんて。斧が理念を取り戻したようだな、レイよ。さて、助力を望むか。助力、誰かは分かりませんが、ください。未来を取り戻すための力ならいくらあっても足りない。ならば旗だ、レイ。我が主よ、この剣を手にするがよい。あなたは知ってます、あの時の。我は汝の守護者ヘラクレイトス。守護者だったらどうしてあの時未来を助けてくれなかったんですか。我は主の心を映し出す。私が望んだって言うんですか。そうだ。だが動揺し乱れた心で覗き込んだ鏡が映すのはそれもまた同様。私が普通じゃなかったから制御できなかったってことですか。さよう。だったらヘラクレイトス、今度は未来のために力を貸してください。それはできない。我は汝の守護者であり、汝以外を守護することは不可能であると答えざるを得ない。ああ、もう分かったから。なんで融通きかな。我の思考思想を否定することは我の主たる自身を否定することに他ならないが。とりあえず黙っててください。心得た。
せいくらえ。あなたで。主よ、油断するな。どういうこと？助けて。痛い。助けて。嘘。なんで死ぬほど苦しんだ後に。いや、来ないで。主、我に命令を。ごめんなさい、ごめんなさい。私、詫びるなら、そのた、主。いてまえ、ディア。ん？なんや、手応えないな。守護者がおるってことは、あんたも代行者なんやろ？ちょっと軟弱すぎへんか？
あの、ちょっと待ち、なんや、可愛い女の子やん。え、ごめん、さっきのは言い過ぎた。可愛いは正義や、それだけで最強や。ちょ、抱きつかないでください、苦しいです。なあ、ごめんな、あまりにもうちのタイプやったから。ヘラクレイトス、待て、ちゃうから。自己紹介させて。うちの名前は不動寺こころ、人によってはアウトな21歳や。はあ、畑田レイです。15歳です。これって年齢いりますか？レイちゃんか。よろしくな。不動寺さん、先ほどは助けてくださってありがとうございます。心でええよ。それか、心お姉ちゃん。では、心さんで。あ、心さんも、代行者なんですか？そうや。ここの管理者のメフィスとフェレスっていう、不気味な双子と契約してるんや。なら、心さんは私の先輩になりますね。多分、おらんのちゃうかな。代行者になって数ヶ月は経つけど、こうして同業者に会ったんは初めてやし。そうなんですね。あと、そばにいるのは、心さんの守護者ですか？もちろん、守護者ディオゲネス。ちょっといかついけどな。さて、名残惜しいけど、そろそろ行かんとあかんのよ。また会えるとええな。そや、ちょっと尋ねたいんやけど、アナムネシスって名前に、聞き覚えあったりせえへん？知ってます。襲われましたから。どこで？この近くか？あいつこんな上層におるんか？上層かどうかはわかりませんが、ここと似た場所でした。ありがとうな。ちょっと探しに行ってくるわ。あの、アナムネシスを見つけて、どうするんですか？ん？まあ、あれや。復讐。番号を。ん？双子の悪魔に聞いたら速攻で教えてくれたよ。個人情報の守秘義務とかどうなってるんですか？と言いますか、何の要件ですか？大したことやないけど、アナムネシスの情報をもらったお礼しよう思って。先輩代行者として心姉さんからのアドバイスや。勇気倒すのに躊躇してたみたいやけど、そんなんやったらレイちゃんいつか死ぬよ。言われなくても理解してます。勇気はな、こっちの弱い部分につけ込んでくるんや。苦しいから助け求めたんちゃうよ。そうすればレイちゃんが動揺するって本能で気づいたからや。騙したってことですか？そのくらい狡猾な奴もおるんや。だから、勇気と戦い続けるなら、心、自分を見失ったらあかんよ。勇気に、魂を吸われるから。あいつらのほとんどは、聖者や死者の魂を集めてるんや。例外もあるけど、大体はある目的があってな。勇気の
的？レイちゃんの代行者になったのは理由があるんやろ？だったら頑張りや。負けたらあかんよ。ええ。言われるまでもありません。それにしても勇気の目的って、大丈夫だから。ありがとうセレマ。解きほぐしてくれます。こそ強くなりたい。心も頭も整理しましょう。恐れない。柔軟に強さのために本は心をと